カイル・ミリングはアメリカ合衆国入りのイリノイ州デューページ軍エルムハースト出身のバスケットボール指導者である。家庭がバスケットボールファミリーで母方のいとこが元 NBA 選手であったなどの影響でバスケを始めた。高校時代はカリフォルニア州のパウエイハイスクールのバスケットボールチームタイタンズでプレーした。カイルの兄弟であるチャド・ミリング及び後に 女子バレーボールのアメリカ代表になるカラミリングも同じチームでプレーした。1992年には平均19得点12リバウンドを記録して CIF のオールファーストチームにセンターとして選ばれている。大学は NCWA 一部ビッグウェストカンファレンスに所属する。 カリフォルニア大学サンタバーバラ校に進学して1992から93万1993から94の2シーズンを過ごした後にパシフィックジューカンファレンスに所属するオレゴン大学に移籍して1994から95の1シーズンをレッドシャツ制度1995から96万1996から97の2シーズンを選手としてプレイした UCSB での2シーズンは59試合に出場して平均5.7得点4.7リバウンド。オレゴン大学での2シーズンは57試合に出場して平均12.1得点7.9リバウンドを記録している。大学卒業時の1997年の NBA ドラフトでは指名されず、ベルギーで6週間のトライアウトを受けた後に、 1997から98シーズンは、フランス LNB2 部のナントレゼバスケットと契約。34試合に出場し、1試合平均34.6分出場で、2.0アシスト、0.9スティール、13.5得点を記録した。1998から2000の2シーズンは、日本の日立製作所の実業団チーム日立、大阪ヘリオスと契約した。 2000から01シーズンは、フランス LNB2 部のロイプロバスケットと契約17試合に出場し、1試合平均29.2分出場で1.5アシスト、0.9スティール、13.3得点を記録した。2001から02シーズンは、フランス LNB1 部の EB ポー・オルテズと契約25試合に出場し、 1>, 1試合平均13.7分出場で0.4アシスト、0.2スティール、5.6得点を記録し、ユーロリーグで14試合に出場した。2002シーズンには、フランス LNB 一部のイエール・トゥーロンと契約して、2008から09シーズンまで7シーズンをプレーした。2009から11シーズンは、エースモナコバスケットと契約し、2011シーズンの 終了時に35歳で選手としてのキャリアを終えて引退した。2011から13の2シーズンは帰国して故郷のカリフォルニア州のマウントカーメルハイスクールの教員として同行のジュニアバーシティチームにおいて指導を行った。2013から14シーズンからはフランスに戻り選手時代を長く過ごしたフランスニブプロ B リーグのイエール・トゥーロンのアシスタントコーチを2シーズン 2015から16から同チームのヘッドコーチに就任。最低予算のチームを率いて、プロ、B リーグリーグ優勝並びに、フランス一部プロ A へ昇格した。同シーズンは、コーチオブザイヤープロ部を受賞している。2016から17シーズンも、プロ A で最低予算のチームのヘッドコーチとして、イエール・トゥーロンのプロ A 残留に成功した。2017から18シーズンは、プロ、 A リーグのリモージュ CSP エリートとヘッドコーチとして3年契約を結びリーグ戦4位でプレーオフ準決勝に進出。ユーロカップではベスト16まで勝ち進んだ。2018から19シーズンはリーグ戦、ユーロカップでの苦戦が続き、直近の8戦で7敗を喫した後の2018年11月25日にチームから契約解除が発表された。 2020年5月18日に日本の B1 リーグ東地区横浜 B コルセアーズのヘッドコーチに就任した。ただし、新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大防止の影響で日本への入国に厳しい制限が続いていたためシーズン開幕の9月に入っても入国できない状態が続いた。九月十日から B リーグ外国籍選手の条件付きでの入国が 認める方針が定まったことから9月23日に入国が発表された。なおこの条件とは現地出発前72時間以内のコロナウイルス検査での陰性の証明、日本入国時に空港でコロナウイルス検査の受験、14日間の自主隔離などである。このためカイルミリングがチームに合流できたのはシーズン開幕後の10月8日である。 シーズン成績は19勝40敗で、東地区8位、総合16位だった。2021年3月19日には、家族の事情によるシーズン終了後の対談と、2021から22シーズンは、フランス LNB プロエージェラディジョンバスケットのヘッドコーチ就任が発表されたが、ヘッドコーチ就任前の五月にカイルミリング側の事情によりこの契約は解除され、 6月5日に広島ドラゴンフライズとの契約が発表された。3つの哲学カイルミリングはバスケットボールチームの指導において3つのフィロソフィーを掲げているクリエイト A チーム。チームを小さな企業として捉え、すべての選手にビジネスが機能するために自分が果たすべき役割を考えることを求めている。チームメートへの尊重と互いの思いやりは、 チームケミストリーを醸成するための基盤である。ビルドコンフィデンス。選手個人とチームのどちらにとっても自信を持ってプレーすることが勝利への鍵となる。選手同士とスタッフとの信頼感はチームの勝利において不可欠な要素である。スタティスティカルオブジェクティブズ、ディフェンス指標、リバウンド数、平均アシスト数の3つ、領域を重視する。 この三つの指標は、選手の才能に依存した数字ではなく、チームの勝利に対する執念、アグレッシブな姿勢、選手のプライドが現れている。ありがとうございます。